ございます、うん、はい、いやだって気が強い時に泣き始めたからさ、そうなんですよ、うん、泣き声聞こえてる、泣き、そんなもんもん泣いてないですよ、泣いてない、泣いてないです、しくしく泣いただけです、はい、はい、そうなんです、お疲れ様です、お疲れ様です、何、何もない、帰るんです、お疲れ様でした、バイバイ、でもなんかな、ちょっとしようと思ってる、あ、ゆっかさんに、うん、うん、なんかの目の前に書こうと思ってでも、わかりやすいですね、いてくれたら、うん、なんかに、でも私、そんなの上手じゃないねんな、ゆうちゃんの絵、あんま見たことない、うん、口まろしか描かへんあの、自分のキャラ、うん、うん、プチマロ描き続けや、そしたらあえて卒コンのさ、ロゴみたいになるからなんか嫌やな、2人ともキャラあるんですか、ハワーくんとか、うん、ああいう、お疲れ様です、私4人おるから、うん、え、4人、あ、なんか丸いやつ、あ、喜怒哀楽で、あ、そういうこと、お疲れ様です、私は、うん、NMB 入る前に、うん、ダンスの友達と、うん、なんかご飯屋さんで暇やからずっと絵描いててんやんか、うん、そこであのキャラが生まれて、あ、へー、で、はい、なんか私だけずっと描き続けてて眠りになってもずっと描いていつの間にかイメージキャラクターみたいになっちゃった、そう、あ、そういう感じなの、 NMB 入る前からなんですね、そう、ずっと描いててん、でも似てません、ハワーくんと、ないよ、めっちゃ言われるですよね、一緒、めっちゃ言われるこんな眉毛下がるこんなやめっちゃ言われる、アンケート書いてる、そうなんです、なんか、かまととみたいな、よくわかんないアンケート書かされてる、うん、初めて見た、かまととってわ、うん、かります意味分からへん、かまとと、なんか私もよくわかんないですよ調べなさいよ、え、なんかかまととって何ですか、好きなものを知らないふりして答えるみたいなのをかまとと、あ、あれ、あの、あれに使うやつ、はい、なんかで使うんですよ、うんうんうん、メラメラバチバチ、あ、違います、あ、なんか次の YNN さんのやつでなんか使うみたいで、はい、むずいですね違う、もう怖かったどういうことこれもうこれしか分かんない、これしかもう答えられない、常に見てどういうこと、一番可愛いと思ったけど、うん、うん、ずっとな、ね、一番可愛い瞬間はもう常にずっとです、ずっと、別に一番とかないんですよ、可愛いと思うものはね、あ、何言ってるよ、この人、何言ってんの、自分やと思いすぎ、マジ自己肯定感高すぎ、あ、物やったどういうことと思って、可愛いと思う瞬間かと思いました一番可愛いと思うもの、むずい人こういうコメントほんまに、どうですか、あ、こんな時間にいたの、1時に寝ろな今言わなかったよ、あんなこと拾うねん、何も考えてないもんなおもろい、ごめんなさい、悪気なく言うから、もう食べるけど、いや、いや食べないとね、どんだけ動いたと思ってるんですか、自分が取ってくれてる、そんな食べさせてください、ご飯ぐらい、ね、大体管理なんて自分でするから大丈夫です、はい、うんうん、自己肯定、え、高くないですよ、私も高いように見えてるだけで、めっちゃ気にしいですよ、え、そう、本当すぐ傷ついて泣いてるんで、うん、本当に、うん、シクシクと、そう、いじられてるのは美味しいのに、うん、なんかいじめられてるとか勘違いして泣いてしまうんですよ、え、そんな繊細なの、えそうですね、めちゃめちゃ繊細やで、この子、めちゃめちゃ繊細ですよ、みんな繊細なんだからそうですよ、気をつけて、ほんとに、うん、いっぱいみゆちゃんコールしてほんまにそうです、もうでももう何も言わんくなりました、でももうメンバーといじられるのとファンの人からいじられるのって全く違うからね、そこの履き違いだけはやめてください皆さん、ははなんか学校にクレームみたいな
私子供できたらそうなるわ。ねえ、うん、どこを何を見てやってるんですかあなたはって、うん、愛情やね、うん、怖いって思います。メンバーがね表上をこうやってニコニコしてると思うんですけど、うん、だって表情をちゃんとしないといけないから、うん、そこで泣き出したらさみんなさ、うん、空気感悪くなるか分かってるから笑顔でやるわけで、うんうんはい、裏で泣いてるんですこれ。そうなんですよ。そういうのをね、うん、分かってくれる人がモテるよね。いや本当に本当にモテるよね。いやそう考えたらゆいのさんってすごいメンタル。ゆいのさんも泣いてますか。泣いてない。あ泣いてない。見てない見てない。なんか分からん、私たちには出さへんけど家でなってるかもしれへんけどなってないかもしれへんし、それ分からん。正面落ちたらその瞬間泣いちゃいます。ステージの正面落ちたらそれは美味しいやん。美味しいやん。絵で落ちたことないですよね。だから体験したことがなくて正面落ちっていうのを。あ確かにリナピョンさんがと一緒にいて落ちてることはうん、なんか経験したことあるけど、そうなくてどんな感じなんか。えでも、はい、あの消すっていう演出も、はい、リナピョンさんのことをめちゃくちゃそう生かそうと思って最初のずっとやってくれてたな舞台監督の人が落としてみたいなのをリナピョンさんのためにじゃないけどやってたことやから全然それが、なんていうのミュウちゃんへの悪意とかじゃないから全く。なんていうの、まあ、よくしようこの面白さをより生かそうと思ってやってるわけやから。確かに。そう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 、気にしないね。わかりました。よっしゃ消えたぐらいの気持ちで。レグちゃんとか多分そうやで。うちのも美味しいよ。だって美味しいよ。だってなボケがおれんかったらツッコミなんてできんから。まずそうやな。で卒業の時に、うん、あの消した電気消えるやん、うん、そしたら何分間消えたことでなどれぐらい節約になりましたみたいな節電になりましたみたいな言ってたよ、うん、めっちゃおもろ。そうそう、そういうストーリーが出来上がっていくから。そうそうそう、いいことだよ。いいこと、美味しいよね。そうですね。待って、めっちゃ歯くんいる。すごい。そうやね。どうやったらこのアバターもらえるんですか、作れるんですか。なんか、うん、3年前ぐらいに、うん、アバター作れるイベントがあって。あそうなんや。そうそう、それでゲットしたのをずっと使ってくれてはる。へぇすごいな。ゆみちゃんの煽りに声かれた。うん、いっぱい声出してくれてありがとうございます。ありがとう。私もちょっと若干声かれてます。頑張った。弱っちゃったね。今日ロシアメさん何食べてたね。もう2個目。何個目？めっちゃ食べてる。値上がん止まらん。どうしよう。美味しいよなこれ。マジでうまい。これカロリーなんぼ？え低いと思うで、めっちゃ。書いてない。17。うーん、何十枚炭水化物3 10枚食べても30。うん、いいやん。サインしてください。え、いいの。え、やった。うーんか早いね、写真書渡すの。私にどういうこと。持って帰っちゃったよ。持ってきてよ。うーん、今日持ってこようと思って忘れちゃった。じゃーん、6月14日に発売しました。あ、かわいい。すごい撮られてる。めっちゃかわいいのついてるんで。プー。よし、じゃあプー上でいいですか。はい。え、いいんや。やったー。プーでいいんや。ウーカのジスキー、ね、あの最後おっぱいよりって。どういうこと。どういうこと。急に急に何なんなん。どういうこと。みゆちゃんやな、みゆじゃないよな。みゆで合ってます。ああ、よかった。ゆみ様、いつまで合ってもみゆちゃん。え、肉でもそれやろ。みゆ、みゆです。ちっちゃいゆうなんですけど。う、いらんの。あ、いるんですけど、あのゆみ様はリップとかでみゆ、うって、みゆ、うって書いてることが多いので。え、どういうこと。私はみゆなんですよ。ちっちゃいゆうなんですよ。み、ちっちゃいゆうやな。そう、うん、でもゆみさんはリップとかでみゆ、うってな。大きい U なんで。違うよな。違います。じゃあみーちっちゃい U ね。そうです、そうです。覚えてください。そろそろ。あ、それ待って、おっぱいやりたい。
ほんまに、ちゃんと、ちゃんと何ちゃんと、うかよりって、あ、ちゃんと書いてますってめっちゃ嬉しいやったどうぞ、はい、あのめちゃくちゃ宣伝しますやったー、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんいいでしょうサイン会でした急遽始まるゆみちゃんの声がセクシーなんてセクシーゆみちゃんの声がセクシーセクシーって言われたことないな、可愛いやったらけど確かに可愛いですね、ゆうちゃんの歌声可愛いよなそやね、可愛いね、だから挑発可愛すぎて嫌になんねんなあ、逆にね、雰囲気と合わへんってこと、合わへんねん、かっこいい曲合わへんくなんねん、じゃあかっこよく歌ってみてよ、歌いたいよ、え、歌ってみてください、いけるやろ、もう今やろ、聞きたい出てけ、最初の歌、こんなに、え、かっこよく歌ってみて、みゆが、こんなに苦しいとはちゃんと無理です、みゆちゃんってさ、前からちょっと思っててんけどさMC とかでもさ、まあ、セクシーなこと言ってとかさ、マイティーデデデ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 マイティーマイティーデデデデマイティーマイティーデデデマイティー、何ですか、思ってた、でもなめちゃくちゃダンス踊らへん、なんかセクシーな、確かに頑張ってるんですよ、え、何曲が一番得意なん、でもさ、ガガガの振り意外とエロいなってじゃあ、いっぱい頑張って研究したんです、え、エロい、笑い方が、ちょっと一回ちょっと見せてもらっていいですか、こっち、ガガガを見せるんですか、あっちで、え、どういうこと、普通にガガガやって、あ、ちょ、あっちでって入らん、ルームズに乗せるから、あ、オッケーです、待ってな、あ、こっちの歌ってみてください、はい、歌って、あなたと知り合って運がガガガ始めから運がガガガセクシーセクシーじゃない、だどこで研究したんですか、すごい、どう研究したんですか、教えてください、本当にあの私初めの方ずっと見たりやったので、マネージャーさん、マネージャーさん、マネージャーさん、何やってんのあの初めずっとあの N の見てたじゃないですか、それで研究して、うん、なんかかぶらないようにゆうみさんとかなんかこういう感じで始まってたじゃないですか、なんか、うん、ニコロバとかね、そうで、そのしんしんさんとかみおんさんはなんかまた開いてなんかこういうやってるけど、いちいちはやってんな、やってんな、アシスライドさせてんな、えっってやってないんですけど、考えた時にお尻やと思って、うん、えらいえらいえらい、ゆうかは、あ、ゆうかさんも見たいです、ゆうか、ゆうかあんまな、うまくないねそれ、いいかそんな、はい、見よう、私はあなたと知り合って運がガーガーうわうわ、どこで撮ってんの、どこで撮ってんの、誰を誘ったの、はい、いいね、エロい、このなぞりがいいよ、ね、床をなぞるという発想がすごいですね、そんなないからいいね、もう個性豊かよくさ、カボあー、ナングラ、あ、うん、私の絵を描いてください、描きます、うん、よかったよ、みんなの、だからみんな見に来てな、特にみゆと、ねえ、今名前忘れた、はい、今ゆうかの名前忘れた、今日さ、うか名前呼ぼうと思ったらね、ほんまにゆき、あ、違う、ゆき、あ、違う、ゆきちゃんのラインしてたからそのままうかに、そう私の名前全然出てけえへん、ひどいなんかそういう経験さ、おじいちゃんにもされたことあるおじいちゃん、おじいちゃんやばいな、ねえねえ、これさ、なんか写したいねこれなんかもう雑やな、扱いがねえ、これダミュー扱いだったり、やだです、やだです、どうしよう書いてよ、早く書きたいよ、あ、わかった、ちょっと優しい日までね、はい、新種の中から私が一番好きなやつを、うん、マジでウーカン、ほんまにね、ウーカン体つきってめっちゃいいんですよ、みんな、うんうんうん、なんか言った、私のファンの人一回言って、 NB の中で体が、うん、
体つきが好きなの誰ですかって聞いたら、うん、ウーカが多かった感じで。うわー、マジで綺麗。ぜひ写真集買ってください。ほんまに。いちじく持ってるんですか。そうらしい。あ、違う、こちらの適当すぎて。いちじくじゃないの。あ、パッションフルーツか。え、マジやば。ちょっと待って、お尻何にしようかな。お尻だけかかんといてな。やば。あ、ぶかさぶかさ、お尻かと思った。びっくりした。でかっ。でかっ。なんなん、でかすぎる。いや、あかんの。だって写真集で、うん、にウカの似顔もらうんやろ、うん、私の一番好きな、ほら、青。すごい。うわ、これ撮りたい。エロ。これエロいよな。え、はい。やった。すごっ。だから、やろ、あふれてる。お尻。お尻。だみんなだってウーカの顔やん。いや、そんなことないやろ。うんうん、私のファンの人はね、意外とお尻推しが多いんですよ。めっちゃいいですよね、お尻。お尻いいですよね。だから私、お尻描く。お尻だけ？お尻描くのやば。似顔絵あげてるのに。しんちゃんもお尻出してますし、ね、しんちゃんっぽくやったら面白い。あんなお尻の出し方してないねんけど。してないよ、ウーカは。ほら、これいいの。これいいわ。ちょっと、みゆ、これ。はい。わ、かわいい。え、写すんですか。裏写りして、あ、やめてくださいよ。やめちゃう、やめ、あ、ごめん、うん、一瞬で、見えへん。見えへん、あれ、嘘。なんかさ、小学生の時こういうのやれへん。絵の上にさ、紙重ねて。そのままなリアルに描きたいねんな。マジ見えへんな。うわ、どうしよう。あ、いいね。ちょっとむずい。頑張れ、可愛く描いて。うん、普通にしんどいけど、ちょっと我慢して。あ、大丈夫です。一瞬で描きます。はい。お邪魔しちゃったそういうねめっちゃ無視してためっちゃ無視してたわ。わからん、どうしよう、何これ。見よう見まねにしますか。うん、うん、そうするね。青青うんうん、いいの、あ、ちょもちょ、はい。手分からんぐらい、ちょっと感覚で描くな。パッ、いくよ。何これ、どこのシーン、どれで、何ですか、何のシーン、これ何ですか。手やん、手やん、ちょっと見え、ごめん、ちょっと待って。はい、お疲れ様です。こんな感じよ。お、すごい、でもシルエットがこんな感じちゃう？いいんじゃない？お尻のほんま本格的に描きたいねんな。お尻、お尻、もうちょっと。この手おもろい。こうか。こうや。待って、お尻おもろ。あ、オッケー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 。ちょっと待ってな。あ、すごい。ぽくなってきた。あ、すごい。あ、ちょっと違う。変な構図。ちょっとお尻プリンってさせたい。すごいすごい。なんかちょっとなあ。ね、なんかプリントがなくない？これ見えてんのかな？プリントがなくない？ねえ。ねえ。コックせんといてよ。いやいや。つるん。コックせんといて。あ、違うね。すごい。いい感じです。いい感じ。あ、うまっ。すごい。これで、いいよ、ありがとう。はい。うん、これで、はい。ありがとう。シルエットでもこんな感じちゃう？しんどい。ほら、ほら。ほんまや。お尻ちょっと濃くしすぎたな。私もショールームしてきます。あ、オッケー、はい、そっか、してるのか。はい。ありがとうございます。ありがとう。すいません。あ、ちょっと返してもらわないと。すいません、ちょっと待ってください。また返しに来てください。オッケーオッケー、返しに行きます。すいません、すいません、ありがとうございます。
してる。ご飯が全然進まへん。髪の毛がな。お尻ピカーンってしてくれてるゆうちゃんが。でもさ、これ私も描かなあかんよな。え、そうやな。何描いたらいい？え、ウーカ？うん。ウーカか。ウーカ？うん。ありがとうございます。ウーカか。ウーカかって言いながら何も考えてない。考えてない。こっちに必死よ。どうなんや。10年後のウーカやって。あ、いいね。いいよ。わかんない。なってそうな。いいんじゃない？うん。うん。ちょっともうちょっとお尻プリってできてたはず。思ったよりいい。やろ？うん。こんなティーバッグではないけどな。お尻全部出てるやん。めちゃくちゃティーバッグかかれてるんですけど。チーヒーの絵直接見せてもらいました。そう、うん、めっちゃ可愛かった。ちょっと待って、かけたかも。よい。これオレンジ？オレンジ。オッケー、私もう完成しますよこれ。でももうちょっとお尻をプリッとさせたかった。十分してるよ。え、足りないよ。じゃあもっと外にボーンってやったら。確かに。あ、逆に。でもそんな外になってない。どうしたらいい。めっちゃゆうちゃんがこだわってくれてる。一回描きますね。一回、うん。ティーバッグやな、うん、だいぶティーバッグやな。ゆうちゃんがいつも履いてるパンツやん。ねえ、ね、痛いよ。ねえ、いらないでしょ。やめてよ。履いてるやん、こんな。なあ、履いてない？履いてない。履いてないか、うん、ねえ、水色、うん、24日の伝えはまだ来れると思いますよ。現地で写真集買います。いつ写真集？私行こうかな。6月30と2日は、うん、あのオフィシャルショップでやるから。ゆうちゃん店員して。ガチ？うん、ちっか行く。店員して。マジでさしてくれる？うん、ゆうちゃん剥がしで。私が剥がしで。めっちゃ色まで塗ってくれてる。大丈夫？うん。絵心あるじゃん、ゆうちゃん。ある？うん。なんかの背中しかないけど。うん。小学生の絵みたいで可愛い。可愛いね。影、影ちゃん。ここ線入れたらあかん？うん、いいんちゃう？写真にもあるもんな。いいね、いいね、いいね。はい、できました。みんなありがとう。ゆうみさく。立てる？じゃらーん。ゆうちゃんガチやんって言われてる。ウーカのお尻が好きすぎてお尻を描いちゃいました。はい、すごい。見て、テカってる。テカらした。でもお尻はちょっとプリ、そう、プリ、ちょっとプリが無理だったから、うん、もうちょっと上にすればよかったかな、うん、確かにこんな縦長じゃないもん、ゆうかのお尻。そうやんね、そうやんね、だから悔しいね。こんなんじゃないなと思いながら。いや、でも上手ほんまに。うん、だからちょっとこれでいい？
うん、いいと思うよ。わかりました。ふんどしじゃれてんのかな。ふんどしじゃない。何ぐらいしました。うん、私が選ぶわけじゃないねんこれ。あ、そうなんや、うん、なんで逆になんで。それはもうショールームのスタッフ様がシャマシャマシャマが様がやっていただくので。ちょっとそのショールームのスタッフさんがお尻フェチやったらもう確実にこれ欲しいやで。ほんまやな、お尻好きかもしれへん。あ、書いとこ、お尻フェチお尻フェチを味方にしようとしてる。お尻フェチごちそうさまでした。はいはいごちそうさまでした。はいはい。なんか、はいはい。はい。うん。おいしいの。え？もう消灯時間です。え？ほらみんなもういい子は寝る時間やで。ほんまに。はい、ということでランキングを読んでいきたいと思います。そうだ、皆さん。私8月に舞台が決まりました。そうなんです。8月12日から19日まで三越劇場でいいね光源氏くんに出させていただきます。東京。そうなので大阪に公演行けないよって人は東京に行くのでぜひ見に来てください。おめでたい。ぜひ見に来てください。すごいな、あなた全然休み暇ないね。はい、なあ、うん、稼働してるけど今の、うん、うん、全然休んでないですよ。なので本当みんな行ってあげてください。本当に来てください、うん、来てください。めっちゃ面白いんですよ物語も。本当にでも私はあの舞台だけのオリジナルキャラクターなので、うん、本当にここでしか見れない役なので、うん、ぜひ必見です。必見です。見てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで終わりましょうか。終わりましょう、うん、見てくれた皆さんありがとうございました。ランキング13位、エガちゃんありがとうございます。12位ともひこさんありがとうございます。11位野原しんのすけさんありがとうございます。10位ゆうやさんありがとうございます。9位ともさんありがとうございます。8位ファントムさんありがとうございます。7位まめしばさんありがとうございます。6位白玉さんありがとうございます。5位チョコちゃんありがとうございます。4位ゆうじさんありがとうございます。3位ピンクのマー君さんありがとうございます。2位バリさんありがとうございます。1位ウーカメインの箱押しさんありがとうございました。それではおやすみなさーい。